どうも皆さんこんにちは、福井の映像屋さんの木野です。本日は Photoshop の2024年5月のアップデートで新たに追加された調整ブラシツールをご紹介させていただきたいと思います。ここしばらくの AI の機能のアップデートと比べると少し地味に見えるかもしれませんが、だいぶ便利な機能だと思うので、ぜひご覧いただいて実際に使ってみていただけたらなと思います。ちなみにこのチャンネルでは Photoshop をはじめ Web 制作や動画制作に役立つ様々な情報を発信しています。クリエイターを目指している方はぜひ今のうちにチャンネル登録もよろしくお願いいたします。では今回はアンスプラッシュでダウンロードしたこちらの写真を使っていきたいと思います。左側のメニューのブラシツールのアイコンを右クリックすると、上から2つ目に調整ブラシツールが追加されていると思いますので、こちらを選択しましょう。そして上部の調整という項目は今回はトーンカーブを選択しておきます。その隣は追加のブラシを選択して、ブラシの種類はソフトエンブラシを選択しましょう。では調整をしていきたいところをブラシで塗っていきます。はい、レイヤーのとこを見ていただくと塗った部分の調整レイヤーができたことがわかると思います。ちなみにトーンカーブなんですが、なぜかデフォルトで少し明るくする調整が入ってしまっています。一度リセットをしてトーンカーブで補正をしていきましょう。はい、ちょっと顔を柔らかい雰囲気にする調整レイヤーの完成です。では調整の項目をカラーバランスにして別の調整レイヤーを作ってみましょう。この辺りを塗っていきます。はい、再び新しい調整レイヤーが追加されました。そしてトーンカーブの時と同じくカラーバランスでもデフォルトで少し赤っぽくする数値が入ってしまっているので、同じく一度リセットしてから補正をしていきましょう。はい、これでまた温かみを増すことができました。こんな感じで調整レイヤーを作ってさまざまな補正を割と感覚的に行っていくことが可能です。はい、今回はアップデートによって新たに追加された調整ブラシツールをご紹介させていただきました。追加されていることに気づいていない方も結構いらっしゃるとは思うのですが、とても便利なのでぜひ使ってみていただけたらなと思います。このチャンネルでは Photoshop をはじめ Web 制作や動画制作など様々な情報を発信しています。チャンネル登録、グッドボタン、コメントもぜひお願いいたします。